絶景が現れたらしいぜ。あの辻デールの気になるの。よし、行ってみるか。うわっ、リザイン降参だ。もうデュエル始まってるみたいね。どんなやつなんだ。他に対戦する人いませんか。もしかしてあのインプの子がゼッケン。あ、あの子 SAO で会ったぞ。アインクラッド100層クリアした後、ログアウトする直前に突然現れてデュエルした。名前は勇気。なんでこんなところに。あ、いや、もともと ALO のプレイヤーだったのか。おそらくネットワークの混戦か何かで SAO に迷い込んでしまったんだろう。キルト君どうしたの。いやゼッケンって女の子だったんだなと思ってさ。私もびっくりしたよ。ゼッケンっていうくらいだから、もっとごついアバターを想像してたもん。あ、お姉さんやる。え、私。よかったな、アスナ。本人直々に指名されるなんて。うん、じゃあやってみようかな。オッケー、よろしくね。断る理由もないしな。そうだね、こちらとしても心強いわ。やったー、ありがとう。じゃあ改めて、僕は勇気って言うんだ。私はアスナだよ。俺はキリトだよ。ありがとう。仲間になった記念に集めたアイテムを渡すね。このアイテム、それで古びた鍵をきれいにできるかも。試してみるから、後で工房に集合ね。みんな、これからよろしくね。ダンジョンって草原の島の北西と東の方にある洞窟よね。ああ、
今行けるのはその2つだけだな。どっちから攻略する？書物と一緒にゲットした鍵で開けられるかもしれないよ。ああ、やってみるよ。お、開いた。これで先に進めるな。よし、早速ダンジョンの中に入ってみよう。
気をつけてください。敵の体力が半分を切りました。さすがです。これでも食らえます。シノンさん、敵の体力が残り少しです。タッチェン。やったね。見かけ倒しか。うん、いい調子だね。こんなの楽勝よ。おめでとうです。一つ目のアイテムゲット。これが気流装置起動のためのアイテムね。どころかモンスターも引っかからない。じゃあどうしてそう思うの？なんとなくそんな気がするんだ。でもこの辺には誰もいないみたいだよ。そっか、ならいいんだ。でも注意は怠らないようにするね。まあ頼んだ。
がかかってるのか。もしかしたらさっきのダンジョンの入り口で使った鍵が必要なのかも。そうか、試してみよう。早く中に入ってみようよ。ああ、重いものが動く音がするね。頼もしい限りね。これで決めるよ。頼んだわ。Come on!
やっ、これでいけるよね。せっかな。わあ、すごいね。じゃあ。先に進むとボスがいるな。このままボスに挑もう。はい、頑張りましょうね。このボスは手強そうです。強敵なので気をつけてください。楽勝よ。おめでとうです。二つ目のアイテムゲット。これで必要なアイテムが揃ったわね。ボスを倒した時に奥の扉が開いたわ。見に行こうよ。クエストで手に入るイベントアイテムとは別に報酬があるのね。これも探索の楽しみだよね。
これでキーアイテムが揃ったな。気流装置のところまで行ってみるか。